あ、真上にスコン、真上にあげたスコンって抜けますよ。引っ掛けて登ってきたらいい。大丈夫ですか？ガンバー。もう一回上も上がってきたら撮影します。もうちょい、ガンバガンバー、ガンバー。何引っかかったん？おお、なんか映画のシーンみたいわ。かっこええな。クライマー仲間さんが来ましたよ。強引やな自分。やっぱり B 型やわ。俺がすか。登り方が B 型やな。あ、多分手が震えて、もう。おー、ええ感じや。ええアングルやな。かっこええで。かっこええで。俺も上のアングルから撮ってほしいな、誰か。引っかかるとこもう。そうそう、引っ掛けていった方がいいですね。打ち込むと腕疲れますからね。あかん、震えてきた。手が寒い。上そう、もうちょい左、なんか雪がかぶってるようなとこ、もうちょい左、こっち、その雪がかぶってるとこ、そのあたり狙ってカツンと打ってみ。雪のあるとこ、雪のあるようなとこ、そう、結構そこ、そう、いい感じですね。結構下からだと見えへんもんね。山勘やん、こんな山勘。ゴインやの抜き方も。あ、そう、パチンいけるんじゃ。もうちょい。おっしゃー、決まった。これ割れそうや。うん。もうちょい脇絞って、アックスのポイント、なんちゅうか、狭めた方が、ほんま、あれ、テンションかけやすいんですよ。後で回収しますんで、そっちのあれの、スクリは回収しますんでね。もうちょっとやで。頑張頑張。あと、そうやな、3メーター、4メーターほどか。結構頑張ったやん。結構腕くるやろ。腕きますよ。もうやばいぐらい。プルプルくるやろ、ね。一回その時は手こう結構よくした方がいいですよ。結構悪くなると手ほんま全然動かへんなってね。パンプですわ。人の穴を借りて。そう。結構あるでしょ、探したら。うん、雪のとこは意外とね、ズコッといけるんですよ。そうですね、そう、うん、ポイント狭い方がいいですね。やっぱ登りやすかったね、ここね。こっちすごい登り方しますね。まあまあ大丈夫です、ぶら下がるだけですわ。すげえ。おお、決まった。いや、もうちょっとあんま広く取ると怖いな。肩幅で。
取ってった方がいいですね。いや、テンションかけてもらってありがとうございます。これがなかったら登れてないです。いけますよ。寒っ。手が震えてきた。またあの新しいクライマー仲間が来ましたね。どこだ。かっこいいなぁ。俺もこんなビデオ撮ってほしいわ、上から。おぉ来ましたね、とうとう上まで。あぶねぇ。芝居て。ぶれてるぶれてる。腕力抜いた方がいいですよ、手首。そうします。いや、ちょっと回りますね。いい感じや、今。今ええとこや。おぉ。頑張った。もう頑張った、頑張った。お、アクス磨いてきたんですね。はい。お、よう刺さるね。いいなぁ。かっこええ。すげえ。いったいった。やっぱり刺さりが違うでしょ。あの、何モノポイントの方が。いや、俺の刺し方が下手くそですね。何水が飛ばない。サーブ。オーケー。はい。